お疲れ様です。今日はですね、こちら限界突破ゴブジャイアントやっていきます。さあ、ついにね、ゴブジャイが進化したというわけで、さすがに性能を紹介していくんですけど、サイクラ1ね、2回に1回進化します。バーバリアンやウィザードとね、同じかなと。で、こんな感じで体力が減るとゴブリンを召喚するっていう能力ですね。で、体力半分ですね、はい、50% を切ると、さあ 1.5 秒おきにね、さあゴブリンを召喚していきますよっていうので、強いのかどうなんかちょっとね、触んなきゃちょっとわかんないんでね、はい、早速やっていきます。なんかウッド系に弱そうだなっていうのはありますね。ゴブリンが召喚されてもね、ウッドでコロンで全部なんか一掃できちゃう気がするんですけど、なんかディガープラスのゴブジャイで、なんかタゲをディガーにね、ザップで変えて、なんかミリ残りゴブジェがずっと残っちゃうと、なんか無限にゴブリン湧いてなんか対処できないみたいなのはありそう。だからザップ系のデッキちょっとね、ゴブジャイに対して苦しくなるんじゃないかなっていうのはありますね。あ、これ呪った行動、おいあ、ゴブジェイ相手も進化するかな。よいしょ。で、ゴブジェイはね、今シーズンのクラロワパス買えば、はい、入手はできますんで。うい、強すぎ。俺はゴブジェイ愛してるんでって方はね、ぜひ、使ってみてください。ちょっと2回に1回なんで、1回出してね、早めに。だから、バルキリーとかにも弱いよね。刻まれちゃうんでね、ついでで。多分逆にナイトとか、なんだろうね、単体系のユニットに対してはゴブリンが溢れる。 1.5 秒に1体なんで、だいぶ早いんだよな。そう、早い、めっちゃ早いです。そこは強い点かな。さあ、ネクストですね、進化ゴブジャイ。しかも今これバルキリーもいないサイクルなんで、HP50% 切らなきゃ出ないっていうのはね、いいのか悪いのかっていう難しいとこではあるか。よいしょ、いけ。あ、なんか前より太ったか、なんか前よりデブじゃない。さっくりよ、 HP50% なんだ。シンクバルキラー、まずヤマゴブリン召喚、ゴブリンを召喚、ゴブリンを召喚です。え全部飛んだ。どう考えてもダイナマイトゴブリンの方が強いか、これ。みたいな感じですね、はい。 1.5 秒おきに出していきます、ゴブジュ、ライガゴブリンをね。どうだろうな、マジで。状況によりきりというか、バルキリーがメタすぎるだけ説あるけどな、これ。よいしょ。普通にね、なんかゴブリン大量に生まれたらめんどいかんな。そこにローリングウッドを使いたいよねの、あるかわかんないですけど、ゴブジャイプラスのゴブリンバレルとか、いや、マジ、ゴブゴブゴブデッキが強いだけやんって話になっちゃう。よし、いきますか。さあ、進化ゴブジャイ。相手、進化しねえゴブジャイだわ。で、体力ヘルトなんで、早く減ってもらって。さあ、クリオ。このザップとかと組み合わせれると、ゴブリンがいっぱい出てきてみたいな感じではあるが、単純にプリンスが壊れ単純にプリンスとダイナマイトゴブリンとゴブリンの呪いが壊れなだけか、これ。進化ゴブジェイの性能はこんな感じっすね。だからな、ペッカとかには意外と強くなるかもね。そう、なんかペッカを相手陣地で、ね、ゴブリンでいっぱい溶かしたりもできそう。いや、マジザップ持ちにめっちゃ強くなったわ。そんなイメージだね。そんな感じかな。ゴブリンマシンとかにもちょっと強いかもね。よいしょ。さあ、進化させたいんで、私は一旦これ行くか。いや、行くとまずい気はするんですけど、早く進化させたいねっていう。テスラ、いや、マジプリンスがいいよからの、いや、この背中で溶かしてくれれば走ってきて自陣で回収できる。いいね。でもこの間にさ、今ゴブリンがいっぱい出てたって考えたら、結構相手視点防衛大変なんだよな。また事故りそうな性能だよね
ゴブリンマシ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 っつって、そこでなんかね、ちょうど相手の呪文もなかったらクローンとか使ってマジでゴブリンマシマシデッキが完成する。さあ進化ゴブジャイネクストね。範囲系いなければマジで刺さりそうだけどな。基本いるか。いやこれでかい。フェニー爆破に当たりそう。これコスト足りるかな。やばい。うっ、おつい。なんかデブだから。これさ、ゴブリンが、あー出てはいるが、あー怪しい。ゴブリンじゃん進化。ちょっと待って、怪しすぎないかこれ。まだ俺の口から強いという言葉が漏れてない。怪しいか。怪しいか。こんなになんか新カードのゴブリン強いのに、進化ゴブジェイはだいぶ怪しいのか。もしかしてテスラマンのやばいな。マジどうなってんだこれ。あ、でもゴブリンが生まれた。いや、あれは生まれたゴブリンじゃないのか。生まれたゴブリンかどうかさえもわかんねえが、進化してなかったんで生まれたやつではないか。やばい、なんか事故りそう。やばい、爆破にいっぱい当たる。これ痛すぎる。これ強そう。え、待って、ほらでかいでかいでかい。え、ゴブリンが、いやでも呪いで、あーでダイナマイトゴブリンが走ってグッドゲームか。あいやだ、ゴブリンちょっと多かったんだよな最後。多いけど敵のゴブリンになっちゃったわ呪いによって。いやまあ面白みはあるけどな、弱そう。弱そうなんだけど今んとこ。いやまあまあまだ分からんよね。よしよし、進化を貯めるよ。完封できんのかそれ、すごいね。でプリンス出しときは結構事故るんだね勝手に。はい。で呪ってあげて、あーゴブリンが生まれてんのあれか、ゴブリンの呪いで生まれてんのか。なんかマジでゴブリンめっちゃ生まれんな最近。呪いでも生まれるし、進化バレルでもね、新しくゴブリン生まれるし、新ゴブジャイ、ん？進化ゴブジャイでもね、ゴブリン生まれるし、すぐゴブリン生もうとするやん。来ました、進化ゴブジャイ。陸受けとかにもなりそうだな、でも。なんかプリンスとかのね、HP 減ってもゴブリン生んで、ゴブリン生んで、ゴブリン生んで、みたいな。いや、これマジで。いい爆破。コウモリ。いやー、やばい。これ神防衛ってやつですか？うん。うん。いや、この間にさ、ゴブリン産んでくれたらいいのに。その、体力がさ、マックスの時は3秒に1回とか。で、HP 減るごとにゴブリン生まれる速度が速くなるとかだったらさ、結構おもろそうじゃない？最初にゴブリン生まれないのかな？あんま納得はいかないか。これ全部ゴブリンにして。ゴブジェが産んだかのようにしようぜ。これもしかしてゴブジェ進化によってこのゴブリン生まれた俺。そしたらすげえ強いけどな。呪いでさえ、これあの勘違いしないね。今のは呪いですからね。あー、いやゴブジェこれ強化あっていいな。いてかまあなきゃなきゃなんか怪しいよな。うん、なんか響いてはない。まだまずこれホグからいけそうじゃね。一発なんや、しかも熱っ。いいね。でまあプリンスでもいいし、ダイナマイトゴブリンでもなんかつけて呪い打っときゃね、意外と事故ってくれるんでね。お、いいね。ゴブリン、ゴブリン、いいね。しかもこれ大砲咲いたんでね、タワーまで一直線行ってらっしゃい。
あーいいファイボや。さあ 2.6 億ね。だ 2.6 億とか相手にはさ、ゴブジェイの背中全然刺さんなそうだもんな。背中というか生まれるゴブリン、どうだろう。一旦ね、やっぱちょっと太ったかこいつ。なんか、お、いや、いい、これこれこれ、ウッドで、いやでもこれやりこぶだな。ゴブリンじゃねえな、やりこぶだな普通に。なんかミリ残りがマジで長生きできた時はゴブリン大量発生で事故りそうなんだけどな。雑にウッドさえいったらちょっと危ないよねみたいな。まあ一旦もう一回進化回すか。アドがすごい。いやこれでもこっちでもいいもんな正直。こうするとフェニにファイボー打ちたいよねと。あれがゴブリンになって、おーおーみたいなね。さあ来ました進化ゴブジェ。なんかカオスだな盤面の。なんか状況整理が難しい。いっぱいいてねユニット。いやーこれ止まんないんじゃない。ゴブリンにもなって、いやこれウッド使ったら早く使ってよ。ゴブリン産んではいる。おーおー、いいねいいねいいね。パーティー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 ではあるが、おお、おお、おお、なるほどね。進化ゴブジャイ君こういう感じか。ああバルキリーでーな。進化バルキリーの評価がもっと上がるだけかこれ。進化バルキリー強くね。こう見たらどう考えても。五郎くん進化バルキリーめっちゃ強くならん。ゴブジェがまあ流行ればの話ではあるが。ナイトインドザップか、なんかありそうでないデッキだな。え、ボイドの M 悪いやついったな。ペッカか。あでもそのペッカとかにこのゴブジャイからさ溢れてくるゴブリンがちょっといいみたいな話よね。来たここだ、ゴブジャイの見せ場が来ました。安全飯強くね。え、普通になんかゴブジャイ出せるかなこの試合。ゴブジャイ出す時あるかなっていう心配になってきたな俺。普通にペッカマシンラム組まれるだけで負けるっていう話あるか。ああまあでもこれは行くけどね。なんならプリンス追加まで行っちゃってもいいぐらいだけど。ウィザードとか来んのかな。いやこれね気にすんなきゃまずいよな。いやーマジこれさちょっと良くない。いや、インドラやばい。ゴブリンがいっぱい生まれて、いや、マジで。ん？ん？ん？もっと生まれろよ。
もっといるだろゴブリン、足んねえだろ数が。おい、どう考えてもよ、ゴブリンの数が足らない。いやーむずいね。まあこれトリトンがね実はめっちゃいいみたいな。いや一番強いのはねダイナマイトゴブリンでした。ニョーンって、いやマジで、おいナイス。あ、進化ゴブじゃいい。え、今のスタンプ見た？絶対今シーズンのやつであるんじゃね。バカ可愛かったけど、え、なんかスケルトン寝てなかった？今スケルトン寝てたスタンプがあったけど違うのか。これや、え、めっちゃ可愛いこのスタンプ、ちょお気に入り。いやマジでもうここ10種類ぐらい欲しいよな。なんか外すキャラなさすぎる。一旦お気に入りにします。スタンプで進化ゴブジェはもうええかな。このスタンプめっちゃ可愛いんだけど、これこれやばくない？運営やるやん、センスあるねこのスタンプは。これもめっちゃ可愛いんだよね。抱くね、よしよしよし、これもかわいい、これもかわいい。いや強いよ。ダイナマイトゴブリンマジ強いよ。プリンス追加とかしたらさ、なんか事故ったりしないかな。で呪ってあげてジャイがすぐ解けます。あーいけ、卵生まれる。あーまあプリンスが、え、生まれたわ、強っ。進化ゴブジャイはこれからですね、はい。え、このスタンプめっちゃいいやん、良すぎない？使われたらうぜんだろうな、また。使う側は楽しいけど。さあ進化ゴブジャイは HP50% 切ったらだかんな、絶対強化きます。うん、 50% 切るまでにもっと働いてほしいもん、どう考えても。これ多分ね呪いとザップでね意外とね止まっちゃうみたいな話があるんですよね。むず呪いの位置むずで、ゴブジェイはなんかしてたん？見てなかったわ、もうもう見ることすら放棄してたわ、すまんな。え、まさかの、まあここは進化しないんでね。いやーボイドも結局強いよねみたいなね。いやいいね、プリンスのカツンまで記念にね。いや、ふう、強っ。なんか周りが優秀すぎるかもしれませんね、もしかしてこれは周りのカードで頑張ってるだけみたいな気もしなくもないが、進化ゴブジャイのおかげかもね。ヌマリングさんってあれじゃない、結構ね高トロの人ですよ。うん、ゴブジャイ使ってるかなね、ゴブジャイ友達かもしんない。
で、このトリトンね、ケツってね、意外とあの、ダイナマイトゴブリン引っ張って、自分のタワーに入れちゃうみたいな話があんでね。嫌で悪いが、まあ、一旦進化ゴブジェ回しますか。はい。進化ゴブジェ回して、まあ、この攻めどうでもいいんでね。進化ザップも回したいね。マシーンとかします。お、あー、惜しいね。まあまあ。テスラで回収されるんですけど、まあカウンター抑えれたんでいいでしょう。次進化ゴブじゃんよ。いや、相手の呪文がこれ、ザップか？そしたらさ、ちょっと強そうだけどな。呪いでゴブリンになるのが嫌ぐらい。でもそれをこっちが呪いでゴブリンにしちゃえばいいのか。なんか難しいこと言ってんな。ケツ取りとあんましたくないな、これ。これさ、マジすごいことなりってる、これマジすごい。え、やばすぎるこれやばすぎないか。やばい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 。え、こうやって進化ゴブじゃん。ゴブリンをいっぱい産んでくれたからこそこうなったよな、多分。進化ゴブじゃがいっぱいゴブリンを産みます。で、相手が多分一歩先に呪い打ってんすよ。だから俺最後ゴブリンにできたんですけど、進化ゴブじゃがゴブリンをいっぱい産んだからこその勝ちでいいよね。そうだよね、間違ってないよね、何も。だからこそ相手のゴブリンがいっぱい生まれて、それが俺のゴブリンになった。絶対そう、ロイジャイっぽい。え、今なんか気持ちいいの。どけなさい。なんかまずい、まずいか、これもしかして。何も来ないでほしいな。よしよしよし。いや、進化ゴブじゃん。ゴブリン多すぎだろ。溢れてたもんな。モリモリだったな。いや、だから呪いと決め合わせたら強いか。こっちも呪われちゃうけど。いやー、これマジできそう。めちゃんこ許容するトリトンだけ防衛もあります。ゴブリン産んで。おーおおーおおあー、 1.5 秒って結構早いんですけどね。なんか意外と遅く感じちゃったな。あ、強い、これ強すぎだろ、ダイナマイト。どうなってんだ。さあ、進化ゴブジェも貯めちゃって、進化ザップ貯めとくか、一旦ね。逆祭は、まあ、プリンス走らせたら、うん、走らせなくても良さそうか。呪ってさ、普通に落ちた。これどう？いけいけ。 HP 強化とか今回ないんでね、ゴブジャイ。まあよくは分かんねえな。プリンスが強いだけか。いいね。いや、まあでもさっきのマシマシゴブリンがさ、良すぎたんだよな。あれまたやりたいけどな。
リガー良さそうだけどさ、枠ねえよな、入れる。まあボイドか。じゃボイドをさリガーにして、ミリ残り5分じゃよ、延命作戦いくっすわ。いけるかな、ラバー。延命します、ミリ残り。まあまずね、進化をためよう。初手5分じゃい。いや、この嘘みたいな攻めが今ねめっちゃ強いっていう事実ね。いや、これプリンス右に行ってほしい、左行きそうだな。うわ、逆にラバだから、まあ縦の戦士があるのか、うん、全然ラバじゃねえなあんた。その名前はなんでそうなったんだ。なんか普通にめっちゃ削ってんの。ゴブネクネクさん、こんにちは。あ、ネクロプリプリバルキリーか。なんかペッカとかもいて怖いみたいな話もあるが、いや、これバルキリー咲いたら無双ねえかな。やば、なんか恐ろしいデッキを引いたかもしれません。私来ないのか。え嘘みたいな突進が入っちゃった。あ、マジで本気だったわ。いや、いい防衛だな、なんか呪いが。いや、 96、え、ブレンスでこれ一発入る、いいね。いや、これゴブジャイマジミリ残りで相手のデッキさ、ちょっと重いのよ、コストがね。だからバルキリーさえいなけりゃ無限ゴブリン編あります。ちょっと狙うか。条件がいるのがむずいな。うん、いや、これだな、一手良さそうじゃね。相手より俺の方が早いだろ、これ。呪ってフェニックスがサボってはいる。待って、ゴブリン産ませて、そうまずい。いや、いい、素晴らしい、素晴らしい。836です。オッケー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 、耐えろ。意外と俺ペッカ抜けないんで、そこだけね。まあ呪ってあげればなんとかなるか。これさ、ペッカ咲いたやん。いや、まずいか。なんかまずい気がするな。え、ゴブリン産んではいるが、刻まれてんだよな、さっきから。やばい。いや、呪いとダイナマイト。強すぎる、耐えてる、怖すぎる。恐ろしいな。よし、全部ゴブリンにするか、こいつら。いやー、守れてしまうんですね。でもこれで、30秒で、マジ怖すぎん、マジで怖すぎん。真ん中ペッカやん、これ。
いやでっけー、これさ、ここでゴブジェイさ、HP 減ってゴブリンを産んで陸行きをいっぱい出すみたいな、どうこれこの子供を産んでそいつを生贄に自分が逃げ切るっていう最低プランもあります。はい、いや弱えか、はい進化ゴブジェイ、いやなんかなんかね、 HP50% 切らないとゴブリンを召喚しないっていうその条件がなければ結構ね、ペッカを受けつつ自陣から活躍もできたりゴブリン貯めたりもできそうなんですけどね、まあ、なんかその辺ね、またバランス調整で多分許可されますね。だって弱すぎるもん他のこの 新カードいかれてんのに新限界突破、なんか普通になんだろうね、そのババとか親衛隊とかのまあ強いやんとかがもうない一回もあの一回ね超大量ゴブリンになった時だけは、まあ、ゴブジェがゴブリン産んでくれたからなんですけど、それ以外なんかあんまパッとしなかったんで個人的、まあ俺の使い方が悪い可能性でね、実は超ぶっ壊れでしただったらあのごめんなさい。はい、まあなんか初めて使った感じはあのいまいちだったんで、まあ、あのクララパスも普段あんま買わないとかだったら、まあ、ゴブジェなんで今回も無理にしてね買わなくてもいいかなと思います。はい、というわけで進化ゴブジェでした。あのゴブリンドリルも、進化するみたいなんでね、そちらの動画もねまた上げますんで、はい、お楽しみください。よければチャンネル登録も押しますと押しとまたね。